中国の武漢市で重い肺炎を発症し、現地の病院に入院していた60代の日本人男性が死亡しました。男性は新型コロナウイルスに感染した疑いが強いということです。日本の政府関係者によると、日本人男性は60代で、中国武漢市で、きょう未明に入院先の病院で亡くなりました。 男性について入院先の病院は新型コロナウイルスの陽性の疑いが強いと日本政府に伝えていました男性は先月中旬に発熱の症状が見られその後、入院して治療を続けていて先月下旬からは重篤な状態が続いていたということですまた、男性の死因について現地の医療機関はウイルス性肺炎と判断していますが 新型コロナウイルスかどうかは判断することは困難であるとしています。